昨日は、ジュイシージータイム 皆さんこんにちはギノワンチュイ CG タイムの時間ですこの番組はギノワン市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております本日のお相手は地域福祉推進係の赤嶺舞と金城お花と FM ギノワンの山内ですはい、よろしくお願いします,ししますギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオから今回は収録放送となっておりますので皆さん、はい、最後までお付き合いください 私たち、ギノワン市社会福祉協議会、通称ギノワン社協では、t CG の人と人がつながる優しい街、ギノワンを目指し、ギノワン市の地域づくりや福祉の推進を行っています。はい、そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-fmginowan.com 七九七アットマーク fm ぎのわんドットコムとなっておりますで。今回収録放送なので放送中にメッセージをお読みすることはできないんですけども、はい、送っていただけたら来週、ね、しっかり読みたいと思いますので、<laughs> ぜひご感想などはい送ってください,、はい。よろしくお願いします。はい、ますこうやってツイキャスも出るんですか？出ません。出ません。YouTube だけです、ね、はい、YouTube だけなので <YouTube S 1> ぜひ皆さんメールお待,お,、はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。FM ぎのわんで YouTube えー、ページがありますので、YouTube で FM ギノワン、ギノワン中 CJ あたりを検索していただければ出てきますので、はい、よろしくお願いします。それでは幸せをつなぐギノワン中 CJ タイム始まります。ギノワン氏の花。 心優しい妖精三段くんが LINE スタンプとしてついに登場 LINE スタンプの売り上げは宜野湾市の地域福祉のために使われますご購入は LINE スタンプショップ「三段くん」または宜野湾市社会福祉協議会で検索子どもから高齢者障害のあるなしに関わらず地域のみんながつながり安心して暮らせる地域になりたい。ノワン市社会会福祉協議会では あなたの困っていることや不安なことをみんなで考え話し合い、つながり、見守っていく地域支え合い活動委員会そして中学校区エリアの協議会がありますみんなが支え合える地域づくりを一緒に取り組んでみませんか生活に困っていることや地域づくりに興味がある人などお気軽にお電話ください892-6525ギノワ市社会福祉協議会 福福トーク。一月二十七日、水曜日、宜野湾チュイシタイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。さて、この時間は福福トークとなっており。まあ、普段はゲストさんをお迎えするんですけども。はい 本日は、まあ、緊急事態宣言も出てるということで。はいはい。まあ、親権者協喋り場にしようかなと、本当いうことですか。はい。と思いまして。ちょっと意味が分からない。はい、ね、あの。親権、親権、ですよ。あの、まあ、社協のお知らせとかではなく。ああ、福祉について。福祉について、たまにテーマを絞って、話す時があるじゃないですか。もう、本当に、たまにね。最近忘れてましたす。そう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 。なので、今回は。ちょっと。 これかからの地域福祉とか、はい、今のコロナ禍で、うん、まあ地域が頑張っていること、うん、動き出していることも含めてちょっと現場の声をお届けできたらなと思ってあ<は>今日はお花さんに来てもらったんです。はい、なるほどどうですか今そのなんていうのコロナ禍でのこの地域活動福祉活動。そうですね今あの緊急事態宣言が今2回目の発令になってるんですけど。はい ミニデイサービスとあと地域支え合い活動委員会は今活動を自粛しています。前回も同じように5月の支え合い活動自粛していて支え合いは地域の見守り活動や課題とか話し合う場ですね各自治会でやって。今日収録だからねちょっとね緊張しますね。そうですかははいい であのー、今自粛期間中なのでそのミニデーと支え合い活動委員会も自粛していますそれで、えー、と前回も5月の,じ、うん、あの緊急事態の時も同じように自粛したんですけどもうその時って結構地域ごとで変わってるんですけど、はい、やはりあの移してもいけないし移されてもいけないっていうことで本当に皆さん訪問活動も控えてたんですよ。うん、でそのの前回の自粛開けた後に 地域に住んでる高齢者の方々やっぱ皆さん機能が低下していたりとかもう歩けなくなって入院したりで通所のデイサービスに行ったりとかっていうことがあってで今回の自粛に入るまでの間に地域の方皆さん結構気にをしていて訪問したりとかもうミニデイサービスに来れなくなった人とかもどんどん声かけとかをして行ってるやさき2回目の自粛期間になっちゃったんですよ。今 やっぱり前回のこの反省というかそういったのも生かして今回はもう自粛はするんだけどやっぱりこう地域の高齢者の方に声かけていこうとかあとお弁当を届けようとかっていう何かできることできることに皆さん目を向けてきていてそういったどう何をした方がいいかなっていう相談が社協にも。 あの地域のの住民の方からも入るようになってます、うん、あなるほどじゃあやっぱり前回よりはちょっと変わっていて、うんね、全部こう動きが出てるって、まあ、最初の自粛の時は、うん、やっぱりどうしても気になるところだけ回りたいっていう地域もあったり電話で声かけするっていう地域もあったりということで。うんはい うちもどこまでお願いしていいのかって社協側もすごい悩んでる部分が強かったし社協自体もちょっと相談貸し付けのコロナの体制があってなかなか地域のカバーまで難しかったっていう現状があって今もウィズコロナでした経験がねあるから全然違いますよね。それを踏まえて 全部が全部中止にするんじゃなくてできる方法を見つけながら感染対策もしながらやっていくっていう形でじゃあある程度こう理想的な形はなんとなく見えてきているっていう感じですかねコロナ禍においてのそうそうそうですねあとはみんなの必要性が地域側と社協の共通認識が取れてきたっていうのはやっぱりこのままはいけないよねとかなるほど。 やっぱりね一回経験すると大きいのかなと思いますけどミニデイサービスの利用者さんが半分ぐらい減ってるっていうのが結構あんなに減るんだとかもう自粛期間中に施設入所になりましたとかまあでもうつされてもうつしても怖いしね結局。とかとちょっと転倒がそそそううう増えてるとか。はははいいい 久しぶりにミニで来たらちょっとよろ、うん、<laughs> っと危ないなーって、うん、ーっ認知症も進みやすくなってたりとかっていうのもあってなんかそこで例えば家庭でできるとかそういうとことを推進していくとかっていう動きは参考までにチラシ、ねあのまあ、自宅でできることとか、うん、まあフレイルって言って。うんうんはい 体力とか認知機能が低下しないように予防を続けましょうみたいなチをちょっと県外の方の資料を参考にしながらフレイルフレイル何ですかフレイルがこの高齢に伴って体力が落ちたりとか認証認知機能が落ちてったりっていうことの状態をフレイルって言うんですよそのフレイルが低下しないために予防しましょうということで、はいはいはい。 そういういのを社長さんでチラシとか配ってあそう、ね、FM 芸能班さんと一緒にラジオで「百歳体操」をやってるのであれのチラシも全部配りました各自治会に渡して必要な方に渡してくださいということでなので毎週土曜日と日曜日聞く人が増えるかなって <laughs> そうです期待してますです <laughs>、はい、ね。ねあれでやっていただければいいんですけどね。はい、あのー 地域の声としてやっぱ求められてることこのコロナ禍で何、はい、かありますかまあその地域地域でね違うと思うんですけど、はい、一番はオンライン化のお手伝い、ねうん、オンライン化ねわ、うんまあ、かりやすく言えば公民館のハード面整備っていうか、うん、Wi−Fi 化とか、うんうん、あとは高齢者でもやっぱスマホを持ち始めたりとか、うん、そういう時は操作の部分とかあったりとかあとは。

そうですねまあ、どこまで声かけしたらいいのかとか見守りも<ー>会えない部分も出てくるじゃないですか声、はい、声だけででどこまで確認しようかかかなとと電話の声とか聞いたのがオンライン例えば公民館がやったとしても、うん、実際にこの受ける側、はい、高齢者側がなかなかそこに手がつきにくいっていうのは聞いたんですけどそ,<う>そのあたりはどうなんですかね。そ,そういういのもあって、うん オンンラインできるあ昨日もちょうど保険会社と今週の勉強会打ち合わせした時に保険会社もすごい苦労してるって言ってて結局。 保険にしても、まあ、社協の見守りにしても使うのは高齢者とかちょっと疾患抱えてる方とかってなってると、うん、やっぱ対面じゃないと説明ができないとか、うん、理解がもらえないってなった時に、うんねうん、結構オンライン化って進めてはいるけどギャップを感じるってことで必要な方々は本当に対面で説明してやっと理解してもらったりとか、うん、なるほど,るほどっていうのは。 儀の庵で会議があってこのやっぱ自治会化入率がちょっと取り上げられた時があってその時に思ったのが要するにもう自治会はこのまんまなくてはならないものだけど付加価値をつけていくことかなと。でそういう将来像というかっていうのは。 宜野湾氏なり社協なりっていうのはどんなふうに考えてるのかなっていうのをちょっと気になったんですけど、うん、僕シャイだから質問できなかったんですけど本本当当会会会議議議のの場でそで怖、ね、怖かった怖かったったたお偉いさんの本当に会議ですよねどんなふうにだから考えてるのかなと思って、まあ、気になったんだけど結局ほら今のままじゃ加入率って絶対上がらないじゃないですか。 でもだからって別にその機能が悪いかっつったら悪くなくてそうです、ね、今のままであることも大事、うん、だけど違う側面を持たないといけないのかなっていうそうです、ね、なんかまあこの辺社協としてはちょっとまた、ね、私からは答えきれないんですけど私個人としては。うん なんて言うんですかね付加価値をいかにつけきれるか、うんまあ、加入促進会議でもよく上がるんですけど加入のメリットをどう出していくかっていう部分があるので例えば今回今優勝サービス、うん、あの優勝ボランティアで生活の支援サービスを企画する時にやっぱ会員と会員じゃないで料金が変わってやっぱ会員になった方がお得かなとかそういう何て言うんですかね ちょっとしした区別化をなるほどね例えば w i f i スポット、はい、公民館あって、まあ、ちょっとフリースペースでパソコンが何回かあってうん、うん、自由にちょっとインターネット環境を取れるよとか、うんうん、いいですねレンタルオフィスとかも選べるのでそう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 あのなんかねサークル貸し出しとかやってるのでレンタルオフィスは結構今回需要大きいかなってうん、うんね、あとだからそこで思ったのがですね結局ほら あの今のじゃ高齢の方々っていうのはスマホは使えないとでももうちょい下の世代からスマホ使えてくる,そうで、ね、るわけですよ。でオンラインもなんとなくやってる人たちも多い,といます。います,いますってなってきたらまたその付加価値とかっていうのは変わってくるのかな、ね、公民館のり方と思います。う、ね、うん、うん なのでちょっと社協側もなんですけどオンライン化をもっとちょっと理解した方がいいかなって今加入率が上がらないっていうのはもうしょうがないうん、うん、その次を見据えてなんかいろいろやったほうがいいのかなとあんまり加入率にこだわらなくてもいいのかなって気があくまで率あいかに自治会が地域にとって必要なのかっていう、うん、まあ社協もそうなんですけどはい、はい 社協もね結局会費会員とか、うん、まあ社協ってどんなところって考えた時にどんなところっていうのを考えるよりも社協必要と思ってくれる人たちをいかに増やすかで、うん、それ存在価値って多分上がっていくのかなって勝手ながら思ったんですけど、うん、いやでもそうだと思いますね。<laughs> どんんんななやってさっっってささきねあの前さん言たたみたいにこのなんだっけオンンライススペース うん、フリー w i f i とかね、うん、そういった価値をつけていくと子どもも結局ゲームしに来たりもしますからねそうそうそう結局今大学生がオンライン授業になった時 w i f i 代が払えなくてっていう問題とかもあっ自治会って勉強できるやって思えたらなんかラッキーかなってうん、うん、あでもその方向で進むとまたいろいろとこの。 良さが見えてきますねそしたら C だって箱物を作らなくていいからね、うん、ちょっとネットカフェよりは安いみたいなねっそんなにすねだいたいそういうフリースペースを下がしてる人たちってフリーランスの方が多かったり、うん、結構社会貢献とか地域貢献を意識してやっぱり自由に企業してる方多いと思うのでつながる場にもなるのかなそうだね思ったりも。 あいいですねなんか未来見えてくるね、うん、そソネって話してたらちょうん、じどうじゃない次会議で頑張ってで <laughs> もうないですでも昨日大学生の発表を聞いてた時にあやっぱそういう学生が起業しやすい街とかはい、はい、インスタを活用したとかあのアプリでのマッピングとかあってやっぱりそういったなんか新しい分野の話を聞くとか。うんうん 若い人の感性を聞くっていうのは大事だなって思いますね。一番目が良かったね、すごくね。マッピングですよね。あれ具体的で、すぐできそうで、はいはいはいかったですね。まあどれもすごく勉強にはなったんですけど。ので多分地域のコーディネーター、お花さんたちはやっぱりそういういろんなツールを知って、いろんな人合わせたものをやっぱ考えていかないといけないので、大変かなと。だからもう SNS が弱い。 っていうこの福祉のなんていうの、うんはい、そういうのはちょっともう捨てた方がいいかもしれないですね。ですね、うん。もうどんどんやっていった方がいいと思いますけどね。うんうん、自分でやらんとわからんしね。この SNS の使い方についてもちょっともう一度理解しないといけないかなって気がして、やっぱりこう個人情報のことをやっぱ心配しちゃって、こうどんどんなんだろうこう発信していきたいと思いながらもどこまでをやっていいのかっていうのもちょっとこう。 難しいところなのでそこはまた今からねお勉強会をしていけたらそこもんか使いながらかなとは思うんですけどね実際使わないとねやってみてねやってみて悩み今ボランティアセンターがツイッター更新頑張ってるんですけど頑張ってるよくいいねくるう頑張ってるんですよこれでハッシュタグのつけ方とかやってやっぱりそういう私たちが企画をすることでやっぱりちょっとオンライン 社協の中でも「あこれってこう使うのああ使うの?」って結構局長とかと話一回局長にもんか「社協に合うハッシュタグの一覧ちょうだい」みたいなんかあったので面白いな局長と思って思うんですけどあの庵氏の社協ってすごいみんな個性的じゃないですか。スタッフ個個性性的的普通でですすよよねね一番変 そういうスタッフの様子とかを上げていくっていうのもうん、うん、要するにもう今ってよく今言われてるのがファンを作っていいくという、うん、あそ言ってましたねそうそう最初「社協、うん、ラジオ作る時もファン作りですよ」って言われてだから社協のファンを作っていくという感覚でやっぱその個人個人うん、うん、要するに地域のことを出したらちょっと怖いじゃないですか。だかから自分なんかを出すっていうのも すごくいいのかなと思うんですけどね。ねうん、あそう,最,う,う最近クロ,、ね、ローカある会社さんに社協の広報部みたいなのを作って企業を巻き込んで、はいうん、社協のやってることをどういかに見せるかみたいなのをやっていきたいなみたいな。うんうん、はいはい F.M. 気の安さん取って言ってました。<laughs> あ,あいいですね。だからあの例えばあれ部長がさ。 ああ荒,垣荒垣部長がさうん、うん、三振引いてるのを取ってポンって投げるぐらいでもいいと思うんですよね。のいいじゃないですか <laughs> そういうのが多分ねあと<ー>は<ー>ちょっと更新の頻度をどうも中で仕組みつくってい,く、うんはい、はいはい。やっぱりね会社なのでいろいろとチェックが入るので、うんうん、でも SNS ってリアルタイム発信じゃないですか、はい、それをどういうふうにやっていくかっていうちょっとルール決めをしてこのラインは 気軽に発信していいよって持っていくのかちょっとまた改良が必要だなと思ってそうですよねだからそこら辺はいいのかなって気がしたんですけどインスタは気軽にできるようにするとか写真なのであとですね昨日実は僕市議の方と話して番組でこの方ほら社会福祉にとったってこの方ねもともと警察なんですよ そうなんですごい警察やって市議やって社会福祉になってるんですよ。で市民のためにですね。めっちゃ入ってるんだけどやっぱりねちょっと子どもの虐待とかそういった地域資源の話になってどうも地域資源で交番とか警察おまわりさんとか出てこないと。そうなでこの方も分かっていてだから。 福祉に興味があるからさ、はい、分かっててやっぱりこれからお巡りさんとかまあ使えるものはもうね全部やった方がいいとそうですね前浦添市で、うん、あの地域コーディネーターやってた時は、はい、この地域の話し合いの場合交番の方も来てくれたんですよなので結構気軽に交番の方と一緒に訪問したりとかは多かった折れ折れ先が流行 た地区、うん、流行ってたっていうか狙われてた地区なのかちょっと相談が多かったので交番、うん、の人と一緒に、うん、なんかオレオレ詐欺防止のこのシール貼ったらまたここは狙われやすいとか出てくるのでんかこのうまくパトロールどうするかとか、うん、相談できる仕組みをどう作るかみたいなんか普及啓発の、うん、まあ勉強会したりとか。うん だからねすごくそれが良かかっただから警察の方がやっぱりあやめやらないといけないっていうこの方おっしゃっててでこの方しかやっぱできないなっていうのを言ってたんだけどうん、うん、結局ほら警察官の経験もあるし、うん、で,で、ね、議員でもあるし。番、うん、が多多分分一番身近なので、ね、ので方とかねうん、うん、が私たちは多分 関わっていかないといけないんですけど。そうですよね。なんかどういうラインから交番って関わって。でも結構難しくね、敷居高いよね。あかんないです。私。うんと、うらせ時は、もともと繋がってたから、はい、すごい敷居が低かったんですよ。うん、なんか部署を移動しても。うん、まあ、金銭管理とかやってたので、うん、やっぱりちょっと。怖い人とかも、搾取とかもあった中で、うん、すぐ気軽に交番の人に。うん、こういう人がいるんだけど、知ってますかとかって聞かれたりとか。 ししたりしたりのでなんか関係だから結局今コロナ禍で動けない中でそういったあのまあ社協がやる地域資源の発掘ではないですけど、はい、そういったのもなんかそうです、ね、これいいなと思って聞いてはいたんですけど<今>まあ社協がやるというか。 地域にししてもいいと思う,しう認知症の見守りシステム行方、うん、不明捜索の自販機ができてこの捜索ラインのテストとかも今始まっているんですけど、はい、あれだと結構すぐ警察に相談とか何かを打ち込んだ「探す」ってやったら探す用の画面が出たりとか結構いろいろすごい分かりやすくなって、うん、そういった中から今どんどん警察の方も入ってきてくれて。 なのでそこから交板まで行けたらそしたらまた地域福祉というのが一つ一段階ちょっと進むのかなって気が機能しててですねこれはもう社協の皆さんに言わんといけんなと思ってたんですけど今思い出した感じ話の流れで出てきましたがさあそろそろもうエンディングとなってきましたね早っ 早いね,ね。あっという間ですね。あそうだ、お花さんに聞きか、きき、聞きたかったんですよ。はい。じゃあ、ちょっと急いでもらっていいですか。一年目なので、うん、まあ、実際入ってみてどうだったのかなと思あ。はいはいはい。入ってみて。ええー、どうしよう、楽しいの一言なんですけど。あ、そうなんですか。はい、なんか、<当>はい、そう、私実習で最初来たんですよ。宜野湾社協に。ねうん、実習生で来て。 で実習も終わる前ぐらいからもこっちで働きたいと思って本当にで実習やめる <laughs> 実習中にも会社にも辞めるって言って入ってきたんですけどやっぱ入ってみて、はい、この地域の人と関わることで、うん、またさらに地域福祉が面白いなって感じました。 いいですね。ファンを作るって考え方、すごい素敵ですね。素敵ですよ。なんか、そう、お花ファンをいっぱい作って。そうですよ。お花ファンを。名前もキャッチーだからいいよね。お花ファン。そうです。言いづらい。お花ファン。お花さんファン。お花ファン。お花ファン。でもね、ちょっと社経をね、もっと、こう近くに身近に感じてもらえたらなっていうのは。思そのうち。名字じゃなく、下の名前で呼ばれるようになるので。 名字がお花でしょあ,あ、違うか。金城さんです。金城です。んんですはい。だからね、うん、ぜひ、その写経の顔になってもらって。ですね、なんかユーチューブで地域デビューの仕方とかやりたいです。あ、いいですね。地域との関わり方みたいな。<laughs> ぜひ。はい。はい。いいですね。前向きな感じで。うん、はい。できたらなと思いました。はい。はい。 それでは、もうそろそろおしがなってくるので、この辺で終わりたいと思います。はい。です。いつも通り。うん。それでは、せーの、さよならで終わりたいと思いますので。お相手はって言わないの。よろしくお願いします。おやすみなさい。はい、本日のお相手は赤嶺愛衣と金城お花と。山地でした。はい、それでは、せーの。さよなら。また来週は生放送でやります。本当?。大丈夫。本当?。皆さん。今回のお話のメールの感想、待ってます。待ってます。